ブッチ、特別訓練に対する読者の反応集。ブッチ、特別訓練。スパンダム。ああ、麦わらの一味に敗北し、ニコロビンを逃した罰の意味もあるから、俺を含めた CP9 全員での参加は絶対らしい。ジェブラ、マジかよ。核、当然じゃな。ブルーの、場所は？カリファ、司令書によると、フクロウ、ガース黒光支部？武装効果で黒光してるの、ば、で、ば、で。ジェブラのタイキック担当。一人だけ男なのに女物の服を着させられるルッチ。カリファみたいなミニスカーにタイツなんでしょ。でっかいは禁止。でっかいの上からしばける人しばき役に呼んでくればええんやで。いやだよ、こんなので武装効果しとくとか。ガープあたりに鍛え直されるのかと思った。おでんの横にいる自称おでんの後ろで泣いてるカイドウ。ガッテムの人は対象クラス。スパンダムが法制枠だな。スパンダム、マイフレンド。ガープ、ガッテーム。本命来たな。いやこっちでしょ。ひな、ところであなた、まあ、はできるかしら？ウォーターセブン組の誰かに引き出しレタータイキックやってほしい。やっぱりこれはパウリーで。追記、相手はもちろんルッチで。ガースー黒光支部、支部長赤犬。パウリーには、どうしてガレイラ本社に来ねえんだ。とフランキー一家の子分たちを引き回してほしい。ルッチが女装ならハットリも女装なんかな。ネクタイの代わりにリボンつけてんの？お互いのリーダーのケツに空気を入れて腕相撲をし、先へこいた方が負け対決でクザン VS 坂月。メンチ切り合った挙句中すんのか、その二人が。どっちかチームにいる小田先生。ルッチの女装を見た途端笑ってしまい一番最初にしばかれるジェブラ。ビンタが決定して。あいつもやってました。だからあいつもビンタしてください。で、せめてものあがきで適当な CP9 メンバーを道連れにしようとするスパンダム。スパンダムのポケットから雑な証拠物品見つかったり、雑な証人に、この人、って指さされるパターン。なお証人は子供時代のカティフラムかロビンちゃん。スパンダム、アウト。途中ウソップが入って角が抜けた後元に戻るけど突っ込みはない。CP9 メンバーの料理の即興褒め歌選手権みてぇな。エリート塩ネタは誰になるかな。戦国。ルッチの引き出しに入ってる、ムキムキハットリフィギュア。今まで一切笑わなかったのにここで初めてルッチが笑いそう。人形遊びして全員道連れにしそう。腹話術で仲間笑わせにかかるのか。ルッチ。クルック、この前のラの鳩に負けてな。このままじゃいけないと思って少し鍛え直した。とかやるのか。これか、ボロ負けだったもんね。ジェブラ、俺昔ルッチにバームクーヘン差し入れてやったら、俺はバームクーヘン何足ワン、と強めに拒否されたの覚えてるんだけどさ、さっきからお前何個も食ってるよな。CP9 がバスに乗るの？ CP9 が？千秋はジャサリンかな。ブルーノが連れて行かれて戻ってきたらミニブルーノになってる。ジェブラ、ルッチがハットリで笑いごまかしてる。服が汚れて替えの服として、無理やりボンちゃんの服を着させられるスパンダム。支部に向かうバスに乗っていると、途中のバス停でカリファの父とスパンダインとクマドリのおっかさんが乗車してきてコントを始める。教材として見せられるビデオの内容がガープの寝起き実験。鬼ごっこで捕まったルッチのお仕置き、101匹ジェブラ。エマニエル坊やとして登場する戦闘丸。五代目、ハットリ住職。押すとアウトになる電電虫。ビンタが決定したが、時間内に巨大なカップに入ったコーヒーを飲み切ればビンタを回避できると言われたスパンダム、スタート直後に全部こぼして結局ビンタされる。絶対に笑ってはいけないサイファーポール24時。笑うたびに叩きに来るのは誰だ？ルッチ、カク、ジェブラ、ブルーノ、スパンダムをメンバーにして他3人に叩いてもらおう。大キックは3時のディアブルジャンプで。ケツバット担当です。死ぬど。ネロが笑わす側で出てくるけども、調子乗った挙句どさくさに紛れてまたルッチに折檻されてそう。笑わす側と聞いてきたのになぜか参加者扱いになってて、笑うと普通にしばかれる風図風。大御所枠がご老勢。ダーオークロビカリシブ。ルッチのツボが殺戮ぐらいしか思いつかないのですが。ハットリ関連は笑ってくれそう。ジェブラかスパンダムがケツバットされると釣られて笑うイメージがある。女装ルッチをなんとか笑わせようと攻撃を仕掛けるも、そのシュールな姿に逆に自分が笑ってしまうジェブラ。締めはみんなで肝試し、スパンダムだけやたらビビって叫ぶ。でも意外にジェブラにも効き目あり。
ここからは、絶対に笑ってはいけないワンピース24時です。バスに乗り込んでくるバギーとシャンクスコンビ、全く面白くない漫才をしてバスから降りた後、ガチめのダメ出しをしているバギー。ルフィはなんかもうずっと笑ってる。出川と上島枠で勃発する白ひげ海賊団と海軍本部の全面戦争。芝木隊がカイドウ。芝木隊はカイドウマム白ひげシャンクス。牢の引き出しに大量の熊グッズ。これ、全部俺の私物じゃねえか？崩れ落ちるペンギンとシャチ。全員引き出しの中身がシャッフルされた後、今度は牢の引き出しにどでかい木彫りの熊が。キャプテン、これはさすがに違いますよね。俺たちも見たことないですし。これは、そういやまだ届いていなかったな。全員アウト。即興を料理替え歌、ルフィの美声と歌詞の変チキリンサのミスマッチ感に全員アウト。恒例の上島と出川の芸人軍団対決のノリで始まるデイビーバックファイト。ロビン、見て、動物に使えるニャウリンガル翻訳機を買ったの、今度使ってみましょう。ちょっとは、楽しそうだな、俺もやりたいぞ。ワクワク。ベポ、ふーん面白そう？人間ってうまいのかな。チョッパー反応してやんのってゲラゲラしてるルフィと、動揺を隠せないローの温度差すごそう。今ここでは大事な学会が行われるの。静かに見学するのよ。ガチャ、そこには研究服姿のコビー、ハンコック、サボ、バルトロメオが、そして張り詰めた空気の中行われるルフィ学会、素人質問で恐縮ですが、と質問しまくるサボ、焦るコビー。天ぷらうどんとカレーうどん、大盛り、のお盆を持って通りすがるキングし、ゾロにも無言でおにぎり渡してこようとする。いやー、歌、ピーカ。唐突に現れてめっちゃうまい歌を披露した後、大キックを宣言する杯元帥。ドフラミンゴの引き出しから謎の DVD が出てくる。内容は、コラさんがドフラミンゴに宛てた手紙、最後に、兄上、大キック。で DVD が終わり、大キックされるドフラミンゴ。M15 枠は3時の似顔絵手配書かジュバルか。毎年恒例の街道ビンタコーナー。レクリエーションで唐突に始まるウルペイ劇場。激化する中、残りの飛び六方が奏でる音楽に合わせて踊りながら登場するヤマト、泣き崩れる街道。変態仮面劇場をするエースとサボにアウトを食らうルフィ。大量にトラップが仕掛けられた道を通ろうとするコラさん。全部引っかかるやつだな。と全員思ったがなんと何事もなく通り過ぎ拍子抜けした直後。コラさん、忘れ物だ。と走ってきたローが全てのトラップに引っかかっていった。エースが真鬼。お昼ご飯争奪戦、敗者の昼食はスマイルは笑いだけ。笑えるけどマジで笑えないやつやめろ。手前で、腹減った。と言い続けるルフィと、奥で唐揚げ揚げ続けるサンジ。ルフィが見てる前では唐揚げ揚げて、チラッとルフィがよそ見したら手前のチョッパーがつまみ食いする光景が続く。ジェルマに混ざってるデュバル。衣装がキャンディーちゃんで着れるサンジ。なおいごまいとし女装枠になる模様。だんだん化粧が上手くなってそうで草。大変や、パンクハザードの試験隊が2名脱獄したらしいで、全員で協力して連れ戻しに行くから準備せい。カイドウ、ストッキング相撲でキングに勝ったならおとなしく戻ってやるよ。キング、天ぷらうどん。デデイン、全員アウト。絶対に驚いてはいけないスリラーバーク。板尾ポジの青生地。絶対に捕まってはいけないで、兄、と書かれた鬼に捕まるロー。別室に連れて行かれ、そこにいたのはエースとサボ、お、ルフィの友達じゃないか、とお茶を出され、ルフィのことをいろいろと聞かれ油断した瞬間、いきなりプロレス技をかけられるろう。悪いな、ルフィの友達、これはこういうやつなんだ。だから俺は友達じゃねえ。何時間も前のギミックがなぜか妙にツボにはまってしまいずっと思い出し笑いをしているサボ、しかも思い出し笑いをするたびにそのギミックの再現をするため留爆し続け、思わぬ伏兵がいたとは、とおののく発句。大キック3枠で高速キックかましてくるキザル。ケツバットが効かないルフィ。うちはドライだ。と言いつつビオラに部下たちとの日常見透かされ暴露されるトラオ。ゾロの引き出しから、パックに、船長たちへ。と書かれた3個入りの塩大福が出てくる。差し入れだと思い、ルフィ、ロー、キッドがその塩大福を食べる。キラーの引き出しから、DVD が出てくる。再生すると、塩大福の作り方についての内容。その内容を見た3船長は、ふざけんな、と切れるし、食べたことにショックを受ける。ちなみに、その塩大福の作り方は、サウナに入ったロジャーの使ったタオルから絞り出した汗を火にかけ雑味を取り、海賊王塩。
が完成。それを塩大福の生地に練り込む。ちなみに、三船長が食べたのは普通の塩大福です。絶対に捕まってはいけないの鬼が CP0。ジェルマの新スーツデザイン審査会を見学することになった一同。そしてなぜかレイジュが妙に気に入ったためジョーラデザインのスーツに決まってしまい、なかなかにアーティスティックなスーツに着替え、ジェルマ兄弟が再登場。どこからか駆けつけたローがそれを見て悲鳴を上げ、後からやってきたホーキンスとドレイクをドアの前で必死に止めようとしたところで全員アウト。バスに乗らず自転車で並走してくる青生地。クイーン、ガッテム、この中に、トラファウガーロー、牢屋から勝手に解放した者がいる。ベージワン、お前がやったのか？大キック執行者として出てくるオーナーゼフ、義足で蹴られるの痛そう。デデン、ルフィ、ガープの原骨。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。